アドビは、ジョン・ワーノックとチャールズ・景色によって1982年12月に設立されたアメリカ合衆国カリフォルニア州産のゼシに本社を置くコンピュータソフトウェア会社である。1982年12月から2018年10月3日まではアドビシステムズ・インコーポレーテッドという社名であった。会長、社長兼 CEO は、シャンタヌ・ナ・ライアン。日本法人である。 アドビ株式会社は東京都品川区大崎に所在。パロアルト研究所にいたチャールズ下キとジョン・ワーノックはベージ記述言語インタープレスの研究開発を行っていたがゼロックスはこれをビジネスには利用しようとしなかったため独立を決意し1982年にアドビシステムズを設立した。社名は 当時ロスアルトスにあったワーノックの自宅の裏を流れる 22.9km の小川アドビクリークの名前から取ったとされている。当初はページ記述言語をもとに DTP システム自体を事業の核にしようと考えていた。1983年、アップルコンピューターでは新しくレーザープリンターを開発していたが高精度な印刷ができないことに悩んでいたスティーブ・ジョブズが このようなページ記述言語の存在を知り、Apple のレーザープリンター、レーザーライターに供給することを依頼した。この結果、Adobe はハードウェアメーカーではなく、プリンターメーカーにページ記述言語を供給するソフトウェアメーカーとなった。1985年にポストスクリプトを発表。この頃の売上の大半は Apple からのライセンス使用料であった。しばらくは、 ポストスクリプトのライセンス供与がビジネスの柱であったが、1987年にイラストレーターを発表してアプリケーションプログラムの販売に参入する。1989年にはフォトショップを発売。この頃までアドビのビジネスは紙に印刷することを目指していた。1991年に登場したクイックタイムを利用した動画編集ソフトウェアのプレミアの開発。 発売する。1993年には、アクロバット PDF を開発することで、ビジネスの方向をデジタルデータのオーサリングツールに向けることになる。1994年、アルダスを買収。アフターエフェクツ、パースエージョン、ページメーカーと、後のインディスインの元となる技術と開発者を手に入れる。設立以来、アップル、スティーブ・ジョブズとの関係が深いが、 Windows 95が発売されて以降、オパンタイプの設計、策定などを含め、マイクロソフトとの関係も深くなっている。2005年4月19日、競合会社であり訴訟合戦を繰り広げていた、マクロメディアを買収、12月3日に買収を完了した。2007年、CEO にシャンタヌ・ナラヤイアンが就任。2009年10月に、 アクセス解析関連のマーケティングサービス会社であるオムニチュア社のすべての発行済み株式を普通株一株あたり現金21.5ドル支払うことにより取得する株式公開買い付けを実施株式の規範化後純資産約18億ドル相当の取引にて10月23日に買収を完了した2012年月額課金制の Adobe Creative Cloud を発表 同時にパッケージソフトアドビクリエイティブスイートの販売を中止すると発表。同年、アドビマーケティングクラウドの提供を開始した。2016年、AI 機械学習のテクノロジーであるアドビ先生を発表。2018年、電子商取引プラットフォームであるマゲントを買収し、アドビエクスペリエンスクラウドのラインナップに統合する。ありがとうございます。